ソウル教堂、韓国ソウルの繁華街ナシタインでハロウィーンイベントに集まった多数の若者らが29日夜、転倒した事故で、消防当局は30日、146人が死亡、150人が負傷したと明らかにした。韓国メディアによると、若者らが路地で折り重なるように倒れ、圧死したとみられる。韓国メディアは、ナシタインの飲食店を有名人が訪問後、ヌンが殺到したとの目撃情報を伝えた。ハロウィーンに合わせ、ナシタインに10万人が集まっていたとの情報もある。新型コロナウイルス感染症の影響で過去2年間開けなかった行事が行われたという、在韓国日本大使館の関係者によると、日本人が巻き込まれていないか確認中。